フラーク・テリーは、アメリカ合衆国のジャズトランペットフリューゲルホールン奏者。ジャズでのキャリアは60年以上を持つ。1981年撮影。ミズーリ州セントルイスに生まれる。高校の時からプロ活動を始め、1940年代になると、地元のクラブで演奏し、また対戦中は、海軍バンドと演奏した。その後、チャーリー・バーネット、カウント・ベーシー。 デューク・エリントン、クイーン・シー・ジョーンズの各バンドに在籍。この間の演奏スタイルは他のバンドリーダーはもちろんマイルス・デイビスらにも影響を及ぼした。その後 NBC に移り、初のアフリカ系アメリカ人スタッフミュージシャンとなる。10年ほどトゥナイトショーのレギュラーとしてドク・セバリンセをトップとするトゥナイトショーバンドに参加する。ここで彼の愛称。 ムンブルズが定着する。この間にもジャズの演奏は続けており、JJ ジョンソンやオスカー・ピーターソン、ボブ・ブルック・マイヤーらとのセッションも行っている。1970年頃からは、フリューゲルホルンに楽器を持ち替え、活動し始める。1970年に結成されたビッグ BA、D バンドでは、彼がリーダーとなって1980年代までツアーを行った。また、 同時期から90年代まで、カーネギーホール、リンカーンセンターなどでも演奏し、ニューポートジャズフェスティバルにも参加している。2000年以降、彼がホストとするジャズフェスティバルを開催、ジャズキャンプも行い、更新の育成にも努めている。来日も数度しており、1986年には、同じトランペット奏者であるジョン・ファディスと共に、サントリーホワイトのテレビ CM にも出演した。 他の共演者は、セシル・ペイン、ホレス・シルバー、アート・ブレイキー、レイ・ブラウン、セロニアス・モンク等が挙げられる。レーベルは、エマーシー、リバーサイド、アーゴ、キャンディット、カメオ、ムーズ・ビル、20世紀、フォックス、インパルス、メインストリーム、バンガード、MPS、ポリドール、日本・クラウン、エトワール、パブロ、フィリップス、エンヤ、チェスキー等に録音を残している。 晩年は、自宅療養を続けていたが、2015年2月21日、家族によって死亡が公表された。去年94。ただし死因は明らかにしていない。ベートランペット奏者、シーテリン氏、死去94歳多くの更新育成、スポーツ日本新聞社、2015年2月23日、閲覧。ありがとうございます。